おはようございます。今日は5月10日ですね。5月10日、気温が28度。今日は暑いですね。湿度が 38%。湿度がないのでカラッとしてて気持ちいい28度ですね。室温が 23.4 度で、湿度 34%。ここの中はエアコンが入っているので、涼しいですよね。ただ、この測ったとこはですね、焙煎室の方なんで、焙煎室はエアコンは入ってないんですけど、結構、涼しい感じですね。はい、そして今日は小さな初恋ですね。キリマンベースのブレンドとなっております。で、今日の質問なんですけど、コーヒーの嫌いなコーヒー屋さんを知っていますか？コーヒーを嫌いなコーヒー屋さんを知っていますか？結構あると思うんですけど、例えば、和菓子屋さんとかなんかで、ずっと、代々続いてるとこなんかは、そこを継がないかんということで、好き嫌い関係なく、和菓子を、やってかにゃいかんわけですよね。で、コーヒーってほとんどが、特に今自家焙煎でやっておられる方々ってほとんどが、やりたいと思ってスタートしてる人たちばかりなんですよね。つまりコーヒーが大好きで、コーヒーを仕事にしたいと思って、スタートしてる人がほとんどなんで、こういう言い方なんですけど、コーヒーを嫌いなコーヒー屋さんはまずないというのが、まず、僕がまず言えることなんですね。で、ただ、単純にコーヒーが好きとか、コーヒーが楽しいという、時期を、通り越した人たちは、ただ好きっていうふうにはいかなくなりますよね。僕なんかでも、そうなんですけど、一番楽しいのはやっぱり、素人の時なんですよ。コーヒーってやっぱり一番楽しいのは素人の時なんですね。つまりプロというのは何？プロって言って、僕が自分をプロと表現するのも微妙なんですけど、素人とプロの違いっていうのは、何かっていうと、あれですよね。それでお金を稼ぐ人はプロだし、素人はそこにお金をつぎ込む人が素人だと思うんですね。で、素人の方がだからある意味、例えばコーヒーを、突き詰めようとすると、プロよりは素人の方が強いですよね。例えば、ハンドピックであったりとか、選別機の、機械を動かすわけですけど、うちだって、焙煎した豆を選別機通して、その後ハンドピックをしてって言って、やるわけですけど、その時に、原価をやはり考えてしまうんですよね。で、素人の段階って原価考えないわけですよ。なんでかっていうと、いいものを作りたいというこの情熱だけですからね。まず真ん中にお指さします。つまり、素人の段階では、原価を考えずに、とにかく、最高のものを作るにはどうしたらいいだろうかっていうのを、もう熱心にやっていくわけですよ。で、プロになると、そこに、利益を考えなきゃいかんくなるわけですね。だから、そういうふうで、だんだんそういうことをやっていると、コーヒー自体が、ある意味嫌いになってしまう部分もあるとは思うんですよね。最初はもう単純に豆を、いって茶色くなって喜び、お湯を差した時に膨らむことに喜びみたいな
段階は一番平和ですよね。それがいつの間にか豆をどう販売していかなければならないか、いろいろと、考えなきゃいかんことも、多くなり、そうするとだんだんこう本当に、ただコーヒーが好きという風では、できなくなる部分もあって、そこら辺がまあ悩ましいとこですよね。だからコーヒー屋さんになりたい、なりたくないっていう話が出た時に、まあ一番に言うことはやっぱコーヒーずっと好きにでいたいんだったらコーヒー屋さんよりもやっぱコーヒーを趣味にした方がいいですよっていうふうに言うことがあるんですけど、それは本音なんですね。やっぱ自分でも、一番楽しいのはそういう時だし、例えば、普通にサラリーマンとかなんかやって、まあ、ある程度自分の、仕事を持った状態で、趣味的にコーヒー屋をやる場合、まあ、そういうパターンもあると思うんですけど、そういうのは本当に楽しいと思います。なんせ、片手間のお遊びで、お店屋さんごっこ、コーヒー屋さんごっこがやれりゃこれほど楽しいことはないですよね。うん、そういうコーヒー屋さんも、存在しますから、そういうのを目指すのが僕なんかは本当に理想かなというふうには思いますよね。うん、こうやって、ここ、今コーヒープロというのはもう完全にコーヒーで、商売をしているわけですから、やっぱり、売り上げも上げなければならない、品質を、どうやったら維持することができるかとかいろいろと、まあ、ごちゃごちゃ考えるわけですよ。だから、そういうことをこうばかりこう考えてやってる時代よりはやっぱ気楽に、美味しいコーヒーを作りたいっていう情熱の方がやっぱ楽しいですよね。うん、そういうふうには思います。から、アメリカンコーヒーの云々の話で、アメリカンコーヒー大体まあうちの場合はブラジルベースのブレンドをアメリカンコーヒーとして出すんですけど。まず第一に、なんでブラジルベースがアメリカンコーヒーとして作りやすいかというと、やっぱり、味があれなんですよね。中性というか、まあ中庸というか、まあ苦いわけでもなく酸っぱいわけでもなくみたいな感じに持ってこれる、どっちかというと軽いめのコーヒーだから、まあ、アメリカンにしやすいっていうのもあるんですよね。あとは圧倒的に、量を持っているということですよね。安定して量を持っている、コーヒーなんで、ブラジルってもう圧倒的に、量を持っているので、やっぱメインで使うコーヒーとしてはどうしてもブラジルっていうのはやっぱ外せないですよね。特にアメリカンとかなんかで、やる以上はやっぱアメリカンコーヒー、まあ簡単に言うとそれなりにやっぱ量は出ますから、アメリカンって。だからそうなると安定して、用意できる、確実に用意できる、まあブラジルなんかは絶対的に外せない部分ですよね。で、焙煎の度合いに関しても、本来だったらまあ中庸な感じで持ってきたいわけだから、ちょっと浅いりぐらいの方がいいんでしょうけど、それ用に焙煎しておるわけにもいかないので、まあ、僕らの規模の、焙煎屋ではやっぱり、まあうちなんかでもそうですけど、アフターミックスって言って後でまあ混ぜるわけですよ。まあ簡単に言うと、単品でずっと焙煎しておいてそれをこう混ぜてブレンドするっていうスタイルなんですけど、その時にじゃあアメリカンはやっぱ浅入りのがいいよねって言って浅入りのブラジルをわざわざ用意するかどうかっていうことなんですよね。他のブレンドとかなんかでも全部に使うぐらいの、
焙煎度合いにしておかないと、使い勝手が悪いので、結局はそのぐらいの焙煎度合いにしちゃいますよね。だからこだわってるとこはもしかしたら、アメリカン用にブラジルをちょっと浅めにいったやつを用意しておるとこもあるかもしれないですけど、まあうちはそこまではやれてないですね。だからまあブラジルは深入りのブラジルと、中入りのブラジルの2種類しか持ってないので、中入りのブラジルと、他の豆をひょひょいと混ぜてアメリカンを作っていると、当然アメリカンの、ここだとホットな小球種という、ブレンドですけど、その辺のブレンドに関してはやっぱベースはブラジルを使っているという感じですかね。だから基本的にはあれですね、ブラジルというコーヒーをやっぱアメリカンでは、うちだけじゃなくて、大半の、コーヒー屋さんが、アメリカンに関してはブラジルというコーヒーをやっぱメインに持ってくると思うんですよね。そうしないと、安い値段も作れないし、そういう部分もあると思いますね。から、今日の、コーヒーの嫌いなコーヒー屋さんを知ってますかっていうのですけど、まず第一にコーヒー屋になること自体が嫌いな人はコーヒー屋にならないっていうのが一つありますよね。ただコーヒーをやり始めて、お店までやり始めるとだんだんと、ちょっと嫌になってくる部分もありますよね。例えば僕は当然コーヒー屋になりたいと思って、コーヒー屋になったわけですけど、最初はコーヒー豆、当然売れないわけですよ。だから、僕なんかは度胸がなかったので、最初何キロの釜を買うかっていう時に3キロの釜を買ったんですね。富士ロイヤルの3キロの釜を買ったんですけど、結局度胸がないから3キロだったんですね。つまり売る自信がないので、結局3キロの小さい釜で、焙煎を始めちゃったわけですよ。でそれがそもそもそれなりに売るようになると3キロの釜だとやっぱり、小さいなというふうになっちゃうんですね。でうちは結局3キロの釜に 3.8 キロ入れて焙煎っていうのを常時やってるんですけど、それは何かっていうと、結局3キロ釜だととてもじゃないけど間に合わない状態になったからですよね。で最初の頃って実を言うとずっと焙煎していたいなぐらいの気持ちはあったわけですよ。つまり1回焙煎したら次にいつ焙煎できるかわからんぐらいにしか売れてない時代っていうのがあるわけですから、そうすると、もっと焙煎 やりたいな、やってみたいなっていうふうに思うわけですけど、今だとやっぱ連続でどんどん焙煎を、作業としてやっちゃうと、なんかあの時の楽しさと違うよなというのは、やりながら思うことはありますよね。ただプロになってからの楽しさもあるんですよね。つまり、今までだと結局、つぎ込むしかなかった時代っていうのはやっぱ回収がないわけだから、つぎ込める限界がありますよね。だけど今はやっぱその後、仕事のためだからということで、例えば量りもいい精度の量りを用意したりとか、いろいろな機械に回路をつけたりとかなんかも仕事であるし、それでお金を逆に売って回収するっていうことができるっていうことで、導入することができる、そういう点ではいい点
だとは思います。まあだけど、まあトータルで言うとやっぱりコーヒーは、趣味でやってる時代が一番楽しいとは思います。夏の飲み比べ、ここにポスターが貼ってありますが、夏の飲み比べですね。これはアイスコーヒーです。フレーバーの方は夏空の誘惑というアイスコーヒー、キリマンベースの、今日はキリマンでも、中入りの、小さな初恋でしたけど、キリマンベースの、アイスコーヒー夏空の誘惑というのと、玉木の方が CWGR という、ちょっとかっこいいアイスコーヒーですね。から、キサンジンさんがガブ飲みという、ガテマラとブラジルのみを使ったガブ飲みという、アイスコーヒー、というののセットになっております。夏の飲み比べ、今販売しておりますので、店頭でも、ネットでもお買い求めいただけるので、よければ、注文いただきたいと思います。いやー、こうやってこの小さな初恋ってすごい大昔、まだ、この商売始める前に、趣味で、コーヒーをやってた時に、作ったブレンドなんですよね、もともとが。なんか懐かし、その頃が懐かしいなというふうにちょっと、飲みながら思いましたね。ということで、今日はここまでにします。